最純美、チェソウォンは、大韓民国の実業家、シャーマン。朴ク,クネ前韓国大統領の政治スキャンダルの中心人物として知られる。祈祷師であった、財布都市民の5番目の妻との間の三女として生まれた。南国大学校に進み、父、大野里氏が1976年に設立した、セマウム法師団の大学生会会長を務め、母、陸英修を、 文政功による暗殺で失った方と知り合った。1979年の第一回セマウム祭典では大学生総連合会会長として開会宣言をし、セマウム法師団総裁に迎えられていた方が祝辞を述べた。1979年から1985年までドイツに留学、帰国後教育事業に従事した。 朴政権発足当初から大統領並みの待遇を受け、検問もなしに聖画台に出入りしたと言われる。韓国の国民体操として莫大な振興予算が投じられたヌルプム体操がサイヤ・チャウンテクの利権あさりの対象になっていたのではないかという疑惑がある。2017年11月25日午後に娘のチョンユラの住むアパートに暴漢が侵入してチョンユラに ナイフで障害を負わせた。知人の男性も巻き添えで負傷したが、命に別状はないという。なお加害者の男は、金銭目的の犯行だったと犯行を認めている。2018年2月13日に、ソウル中央地裁より、懲役20年と、罰金180億ウォンの判決が言い渡された。2020年6月11日、王ポーインは再。 検察側双方の上告を棄却し、財閥から賄賂を受け取った、収賄罪や大企業に資金提供を強要した罪で、懲役18年、罰金200億ウォンなどの実刑判決が確定した。ありがとうございます。